うそもオグリンです。今回もスプラトゥーン3で新ルール考えてきました。その名もこちら、二人羽織かくれんぼということで、今回はね鬼が2人で、1人は感染役で鬼の行動を見ながら指示を出していきます。まあ昔やったスイカ割りみたいな感じですね。というわけでやっていきましょう。どうぞ。それではいきましょう。二人羽織かくれんぼということでね、これ非常に難しそうなんですよね。画面見れへんっていうことなんで、ちょっと4分で果たして足りるのか、ちょっとそこがわかんないんですけど、張り切ってね、行きたいと思います。これ DM 来んのもね、数秒遅れてやってきたりするから、それがほんまに難しそうなんよな。さあ、それでは間もなくスタートします。二人羽織かくれんぼ、いざ、スタート始まりました。ちょっと指示を待ちたいと思います。さあ、指示お願いします。どういう感じで指示来るんでしょうか。はい、なかなか指示が来ませんけれども、これラグなんでしょうか。全く何も進みませんけれども、はい、盛り上がりもクソもないですけど、今大丈夫ですか。何もしてないですよ私今。はい、前に進んでください。来ました。なんかトラップ当たりました。まあ、とりあえず真ん中ぐらいまで行けるようにしましょうか。てか鬼の人が見てくれないとダメなんで、目視確認してくれないとダメなんですよ。はい、これどんな感じですか。今映ってますか。隠れてる人、左に曲がってください。はい、多分これで90度ぐらい曲がったかな思います。はい、これぐらいでどうですか。今度は右に、はい、多分これで右に90度ぐらい曲がったんちゃうかなという感じで、はい、まだ誰も映らないですか。裸族かくれんぼなんでね、一応すぐ目視はできるんちゃうかなと思うんですけど、はい、ちょっと一旦ここで止まっておきますね。少し左です。あ、少し左です。っていうことはなんかいる。はい、少し左行きました。いた。なんか撃たれたんですけど私なんか誰かに撃たれたんですけど、左の方から撃たれた気しますよ。これでどうですか。ここ撃て言われたら撃ちますけど、撃て言わんかったら撃ちませんよ。どうなってるんですか今。キルし OK です。キルし OK です。キルし OK です。どこにいるん、どこにいるん。いいひんやん。今なんか60度ぐらい全面的に塗ってるけど、いいひんよ。少し上、あ、当たった。おっしゃナイス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 。二人羽織。さあ残り時間もう2分もないんじゃないですかこれ。はい、次行きましょうよ。次ちょっと ラグあるんで適当に吸いますね。じゃあもう適当に吸いますね。結構時間かかるんで。はい、ここら辺でどうですか。映ってますか。前に進んでくださいですか。はい、前に進みますね。ここら辺でどうですか。右です。はい、右です。とりあえずはい、ここぐらいまで進みまして、ちょっとカメラ左右に向けたりしつつ、残り1分の音が入りましたね今。今度は左に、はい、今度は左にとか、これぐらいですか。ここぐらいで一旦止まりましょうか。はい、まっすぐまっすぐ OK、 まっすぐ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 、はい、まっすぐ来た、まっすぐ来た。どうだどうだ。いや、指示が20秒に1回ぐらいしかこうへんねん指示が20秒に1回ぐらいしかこうへんねん。左に、はい、左に、はい、ここら辺でどうですか。はい、なんかもう終わりそうな気するんですけど、まっすぐ、はい、まっすぐまっすぐ。やばい、10秒の音が聞こえる。やばい、残り1人ぐらい見つけたい、残り1人ぐらい見つけたい。左、え、左、左、あ、終わったあ、いた目の前にいた。おー、続いて後半戦、今回は俺が、指示していきたいなと思います。二人羽織っていきたいと思います。まあちょっとね、その伝え方の、違いをね、格の違いを見せつけてやろうと思いますね。はい、さあ、やっぱね、伝え方としてはそのまっすぐとかだけじゃなく、一周周りを見てとか、
5秒間進んでとか、そういう伝え方がね大事やと思うんですよ。まあ、これの伝え方を学ぶと、あの社会人になった時に、部下の方とかにね、後輩の方に教える力が身につくよねと、はい、いう、社会経験も積めるゲームとなっております。はい、察しました。まずは10秒前に進んでと、はい、伝えておきます。さあ、だいたい3秒ぐらい。もう正面違うやん、正面違う。10秒進めっつってね、10秒進めと言ってる。もう2秒しか進んでない。じゃあ左45度に10秒。はい、左45度に10秒。はい、はい、左45度に10秒ですよ。めっちゃラグない？めっちゃラグあるやん。10秒ぐらいラグあるで。あーっと、これきついですね。右、はい、右行ってください。右に進む、はい、右に進む、いいですよ。はい、右に進む。あー、逆やった、左やった。左に進む、すいません。あー、これ左違う、ちょっと待って。違う、真後ろ、すいません、もう右と左間違うんです、私。はい、間違うんです。いいですよ。違う。はい、真後ろに進む。はい、真後ろに進むや。うん、はい、真後ろ。もう違うって、いやん行動すんなって、お前。はい、真後ろに進む。はい、もうしっかり真後ろ向いて。もう全然ちゃうやん、もう言うこと聞かへんねんけど、こいつどうなってんねん。右向け。はい、右向け。左やってそれ。右、はい、はい、進む。あ、いいですよ。はい、はい、右に進む。はい、右に進む。はい、右よ。右に進むよ。はい。動けよ、動け。右に進む。右向いて進むの方がいいか。それ前や、それ前。右向いて進む。はい。いや、もうあかんわ。あかん、この子あかん。あ、でもええ感じか、ええ感じか。ビーコンあるけど、なんか音聞こえんねんな。音聞こえるけど、さすがにその上の方は無理やと思うから。ストップ。右向いて進む。はい、右向いて進みます。あ、いいですよ。左向いて5歩進んだ後、打つ。スポンジの上にいる。はい、あ、いいですよ。はい、2、3、4、5。あ、ちょっと違うな。に向いて打つ。はい、右、はい、右に向いて打つ。視点は上。はい、視点は上。そんな上向かんでいい？そんな上向くな。はい、右、はい、右。あ、その感じで、その角度で右。はい、少し右。いや、それいけ。どんだけ向くね、お前。向きすぎやって。真後ろ。あ、もうダメだこれ、ダメだ。もうダメだ。さあ、それでは続いていきましょうか。今回の鬼はね、 X なんで、視点移動については、まあまあ大丈夫かなと、はい、思いますね。というわけで、なるべくね、もう簡単なところに隠れていきましょう。ちょっとあまりに難しすぎるところに隠れると、もう鬼多分来ないんで、一人確保できたら、上々やと思いますね。はい、なるべくもう目の前、ほぼほぼ目の前ぐらいのところに隠れようかな。もうここら辺にしとこうかな、私。うん、あ、ここにしようかな。このレールの上あたりにしときたいと思います。ここにしようかな。ここの方が多分見やすいと思うんで。あーっと、それはどうだ、
ちょっと難しいんじゃないか。この上下の感じって割と難しいんで、もうスティック操作で視点は平面の方がいいかもしらんな。というわけで、始まりました。香りのところ前ではさすがにいかんのちゃうかな、鬼。まあ、ちょっとね、鬼の、視点の綺麗さを見ていきましょうか。はい、いいですね。はいはいはい、左後ろと指示が来てますね。いや結構やっぱりラグがありますから、そこが難しいんじゃないですかね。これがディスコードとかであればおそらくやりやすいんちゃうかなと思うんですけど、右、もうちょい右と来てますが、全く持って動きませんね。鬼全く持って動きません。視点だけ右に向いているということでしょうか。今右に歩いてときました。あー来ましたね。バルーンに体当たりしつつ、これはかなりの沼な傷。あとセンサーでアシスト、センサーでアシスト入りました。はい、右向いて歩いて、あーっと俺の方来ちゃう。先に俺の方来ちゃうんじゃないか。どうだ、このまま0人確保が続くのはちょっと良くないんですけど、一人ぐらいは確保してほしい。俺さっきよう捕まえたな、思いません？これ俺さっきよう一人捕まえたなって。歩いて、あ来た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 、歩いて行った。これクリティカルヒット、これはクリティカルヒット、いいんじゃないですか。キル、でかなったでかなった。あーっと当たるか、スポンジがでかくなっちゃって、一発でも当たれば多分倒せる、一発でも当たれば倒せるんやけど、右、あ、それ右はまずいんじゃない、右はまずいかも。どう早く倒してあげて。いや、スポンジがなかったらこれ倒せてるって絶対。あ、近づいてきた。おお、ナイスはい、一人確保、よかった。音出してあげるか。うん、お、音出してちょっとでもヒント出してあげるわ。さすがにじゃないと厳しいんで、少しでも音を出して向きだけでもちょっと分かりやすくしてあげる。はい、あーっとちょっと水没、あーったーだー水没しちゃったまずいですねこれ。あ、でも逆にほら、まっすぐ、逆にまっすぐいけるからいいんじゃないこれ。うん、あ、逆にまっすぐ、あ、逆にまっすぐいけるんじゃないこれ。ほら、ほら、こっちの方ですよ。ジャンプ、あ、ジャンプいいですね、いい指示ですね今の。さあ風船に当たりまして、さあ2人確保なるか。前に進んで多分、さあでもそのあ、なるほど、撃つことで目の前に風船があると理解したんでしょうか。どうだ、さあ X の人はね音を聞きがちですから。あ、やばい、あ、やられる、いける、あー、いける、あー、ナイス確保、素晴らしい、2人確保きました。いいよ、でもちょっとね、香りと白桃の位置が遠いんで、さすがに厳しいかな。うん、さすがに厳しいですねこれ。というわけで、あ、惜しい、最後も3人も惜しかったね。ナイス、2人確保。さあ、さっきのペア後半戦いきましょう。まあ、さっきの見てた感じね、もっと近くに隠れて良さそうなんで、まあ、なるべく、ステージの半分より奥側に隠れてあげたいなと、はい、思います。さあ、まっすぐ行きましたよ。まっすぐ行って、あー、だいぶ行くね、今回の鬼思い切ってるね。あ、でもストップ入りました。ストップ入って、でもいい位置にいるよ、あれいい位置にいて、少し右、あ、うまいですね、うまい。鬼見えへんくなった、鬼見えへんくなったどうしたらいい。鬼見えへんねんけど。さあ、これで撃ってくれるか。どうだ、あ、撃ていきました、撃ていき、あーっと、あー、でもちょっと通り越した、当たってる、
ジャンプ、ジャンプ入った、ジャンプ入った、ジャンプ打ちで、ジャンプ打ちでなんとか。いやどうだ、少し左、あの当たってんねんな、当たってんねんけど、あーどうした、ナイス。今回早いよ、1人目。鬼だいぶ思い切ってるからね。さ、続いて結構手前側なんやけど、果たして戻ってこれるか、どうか。少し左に体だけ移動、体だけ移動って、まだ難しいこと言うて、ん、また難しいこと言うて、あ、向き変えろっつってんのか、なるほどね。そうそう、鬼の人はね、指示役がどういう動きを望んでいるかっていうのを考えるのが一番いいんですよね、これ。だから鬼の想定してる動きとは全く違うことをしてしまうと、きついんで。あと、真後ろ、あー、いいですね、真後ろにジャンプしながら移動。あーっと、でも行き過ぎか、少し行き過ぎてしまったか。あ、なんで、なんで、お、もっと右やって、あー、いいんじゃない、あーっと、あーっと、どうだこれ、なんか角でモジモジしてるんやけど、角でモジモジしてる。あ、えん、あーっと、でもそっち行っちゃう、あー、そっち行っちゃう、これ、あーっと、でもバルーンの方まで行っちゃった、あー、どこまで行く、どこまで行く、あ、まっすぐって来ちゃった、あ、やばいね、これ、これかなりタイムラグがありますね。結構左からの、あーっと、いいとこまで来た、いいとこまで来た、はい止まって、はい止まってが、これ最強の指示、もうその周りにいるということが確定してるんで、右だけ視点移動、さあ右に視点移動入っているか、それ左やなそれ左や、後ろ、あ、いいですね、真後ろはもうそのまま鬼がいるので、どうだ、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、残り10秒、ちょい左にいる、ちょい左にいる、いや、ちょい、ギリ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 、あー、ちょい、ギリ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 、頑張って頑張って、あー、惜しい。ちゅうわけで、一人確保がもう精一杯っちゅう感じですね、これ。いやー、非常に難しいルール、いかがだったでしょうか。というわけで、難しすぎ思ったらぜひグッドボタンよろしくお願いします。ほな、お疲れ。